9137行から「臨天の至らざるところこれをないという福祉の及ばざるところこれを害という」これに関してはですね、やはりもう展示図を出すまでもなくお分かりでしょうが、これですね、臨天の至らざるところはもう この中ですね、これをないという、でこの福祉の及ばざるところを害という、これでまあない害です。害はすなわち日へ生成して地を回り天を回る。内はすなわち水素を作雑して天に行き地に行く。生成の木は才をなす。作雑の変は運をなす。この運は季節の運行とかそういうものですね。けだし地は上下表裏あり。天はこれによる。天は東西南北あり。地はこれを法図。ゆえに規則的にルビー振ってますので、ゆえにルビー振ります。コピーして、両端は呼吸に従う、中線は運転による。両端は日に通し、中線は日に近し、まあ、赤道ですからね。南北両端、南北両極です。けだし仏は必ず一体にして二様を愚す。中分は南北して南北して、しかして春秋冬夏は変わる変わる行わる。日は面配を分かちて、しかして今行昼夜は互いになる。敬意の稲荷。日英は明暗寒熱をもって生をなす。しかして水槽なるものは日英の反物なり。明暗寒熱をもって清濁御礼をなす。清濁はもと天地の式なり。天地の清濁は日英より大なり。水槽の清濁は日英より小なり。ここをもって、まあ意味についてはあまり語ると時間長くなりますので、水質は聖なること、天のごとくなれども天の到達に及ばず。早期は濁なること、地のごとくなれども地の各社にしかず。ここにおいて濁中水槽の聖濁なるものは単にして備り、聖中日英の明暗なるものは能にして式なり。水は溶けて質をなす。層は発して化をなす。層中の化にあるはなお、水中の表にあるがごときなり、みなその極なり。水火種がありますので、結構長いですが、この辺まで読みましょう。水火種、水火種を得てこれを老するに。水火種の意味が長くわからないまま放置していたんですけど、ちょっと見てみます。水火種、水火種、今分かりませんね。まあ一同空が日線香をうがつと書いています。あ、ここ字を間違えてますね。やっぱり見直しをしないとですね。こういう見直しをしないと、水火種を得てこれを老するに、
一同空眼に一線香をうがつ。スイカ州でちょっと止めます、今ちょっと調べたんですけど、あの録画を止めて見たんですけど、ちょっとわからないんですよね。歌手だけで出るかもしれないですね。歌手、こういうものなんでしょうかね。どういうもの、まあ、こういうもの出てきますね。一応これは違う歌手、これはまあダンスとか出てますね。すべてで見ると、下級のことではないですね。流星の中でも特に明るいもの、まあ歌手ではああいうあのものなんでしょうね。これ福、一同空眼に一線香をうがつ。これを火にすればすなわち眼中の気を発し尽くす。水に投ずればすなわち気を発し尽くすをもって水を吹いて実す。水を吸いて実す、水を実して火に投ずればすなわち血質を溶けて風をなして乾く。ゆえに陰質はまさに結ばんとすればすなわち素養を排して実を作成す。陽性はまさに発生とすればすなわち密因をついて今日発生す。小を熟観してこれを大に押すに、地位の天をもって天に達する。天用の運をもって地に移する。風評の地下の地空物に発する。陰輪の天下の陰室に素する。もって創造すべし。あ、つむじ風ですね。風評はつむじ風、まあ、いい時代ですね。何度も言いましたけど、昔は苦労してました。漢和中辞典ぐらいでは載ってない字が結構あったですね。陰輪、長雨のことなんですね、単に。陰輪の天下にの陰室にそする。もって創造すべし。日なるものは様相なり注意を得てしかして発す。法するものは軽々として不列す。参ずるものはその性を失す。陽鬱は、奮発すればすなわち決意を求めてこれを吸う。陽を求めて吸えばすなわち陰はたやすく従う。従うといえどもしかも寒熱の発症を食すればすなわちその中に損することはあたわざるなり。で、対がないでしょうか。陽鬱はすると陰室、ここで対ですね。対を探すとね、陽鬱なら陰どっかにないようですね。黒天行ですから従いて湧く。行きて没す。敵没はすなわちその仏を没す。逍遥はまさにその質を下ろす。逍遥は何でしたっけ。逍遥はまさにその質を下ろす。従えばすなわち霊なり。分けばすなわち純なり。水なるものはその層なり。王将を得てたまる。
行くものは心身として下り注ぐ、結ぶものはその質を行す。ここで終わります。この商用は、まあ、従いて湧くという意味で、今辞書をネットで調べたんですけど、同じ文字はあるんですけれども、まあ商用として従うという進めるとかそういう意味の文字が出てきますね。まあ従いて湧くということで、まあ意味は後で考えたいと思います。